マリリッツバーグは南アフリカの都市クワズール・ナタール州の州都で、州第2位の都市。一般にはマリッツバーグ、または PMB と短縮して呼ばれる。クワズール・ナタール大学があり、材木、アルミニウム、乳製品の主要生産地である。1991年の人口は228,549万人で、あったが、 現在の概算では35万人から50万人の間とされている。1994年にアパルトヘイト政策が終わるより前に、ピーター・マリッツバーグはナタール州の州都となっていた。南アフリカで最初に行われたアパルトヘイト後の総選挙で、インカタ自由党が多数を占める結果となり、ピーター・マリッツバーグは、かつてのズールーランドであるウルンディを含む新設された。 クワズール・ナ・タール州の州都となった。ピーター・マリッツバーグは立法上の州都となり、ウルンディが行政上の州都となった。IFP は強力なオヤズール主義者で、イギリス・ズール戦争で、イギリスに敗退した際に、ズール王国の首都であったウルンディを望み、アパルトヘイト後の州都としたのである。ウルンディは、かつてのバントゥスタンの首都、クワズールも持ち、 現在のクワズール・ナタール州の一部とした。しかし、ウルンディは、州政府を置くには深刻なインフラストラクチャー不足であり、アフリカ民族会議と南アフリカ民主党という州の二大政党は、ピーター・マリッツバーグのみが単独で州都であるとしている。2004年の選挙で ANC が勝利すると、この討論は終わり、ピーター・マリッツバーグがクワズール・ナタールの単独の シュートとなった。この結果、州政府のいくつかの機関が再度ピーター・マリッツバーグへ移管されることになった。これは地域の積極的な発展として一般に歓迎された。2004年以降、市中心部のビルの建て替え、小売業の拡散、郊外での住宅建設増加などが原因となり、公家からも民間からも市へ投資が進むことになった。市は最初、 ブラッドリバーの戦いで、ズールー族長ディンガネの敗退に伴い、ブートレッカーラによって建設された。短期間存在した、ボア人共和国の一つ、ナタール共和国の首都となった。1843年、イギリスがピーター・マリッツバーグを主中に治め、ナタール植民地の行政中心地とし、初代の総督代理、マーティン・ウェストが赴任した。 ケープ植民地総督ジョージ・ネーピアにちなんで名付けられた。ネーピアトリでは、駐屯地として建てられた。1893年、ナタールは、自治政府を持てることになり、視聴者と共に、議会ビルを建てた。1910年、南アフリカ連邦が成立し、ナタールは、連邦の一州となり、ピーター・マリッツバーグはその後も州都であり続けた。二つの由来が存在する。 二人の著名なブートレッカーのリーダー、ピート・レティーフとヘリット・マリッツにちなむという説がある。もう一つの説は、もともとはレティーフの実の名前が発祥だというものである。レティーフの本名は、ピーテル・マウリッツ・レティーフであった。レティーフは、ズールー族長、シャカ・ズールーの子、ディンガネに殺害された。マリッツは、ブロークランズでのズールー族との戦いで死んだ。しかし、 1938年に、死は公式に、マリッツとは、ヘリット・マリッツにちなむと表明した。ズール王国が勃興すると、ピーター・マリッツバーグとなる場所は、ウムグイン・グンドロブと呼ばれた。これは、ズール語で、ゾウの土地となる。ゾウとは、ズール王に用いられる損傷で、数名のズールー王らがこの地で戦いに勝利したことを、意味すると考えられている。伝説によると、 シャカズールーと彼の選手たちは、この地で象を借り、ダーバンでイギリス人貿易商人に象牙を売っていたという。今日、地区自治体が、ズールー5名なのに対し、町は未だにブルートレッカーの名前で呼ばれている。アパルトヘイト時代、市は、多種の地区に分離されていた。全体の90%にもなる、インド人らは、郊外のノースデールへ移動させられ、ズールー族の大半は、 近隣の黒人距離区イデンデールへ移されていた。大学の時計塔ピーター・マリッツバーグは、マハトマ・ガンディの若い頃に遭遇した事件の地として有名である。一等席の切符を買い、列車で移動していたガンディは、席のない白人男性へ席を譲った上で、有食人主要の三等席へ行く用車掌に、命じられたのを断ったため、 ピーター・マリッツバーグで列車から追い出されたのである。この事件をきっかけに、ガンディは、南アフリカ在住のインド人に対する差別を、援護する法に抗議するようになったのである。現在、市中心部のチャーチ通りに、ガンディのブロンズ像が立っている。1910年創立のナタール大学がある。この大学は1922年に、ダーバンへ広がった。 二つのキャンパスは1949年3月にナタール大学として合同された。アパルトヘイトに対する反対闘争が大きくなって、大学に黒人学生を受け入れた、国内最初の大学の一つとなった。2004年1月1日から、クワズールナタール大学に改名した。1991センサス。ありがとうございます。